こんにちは。今日はですね、すっごい久しぶりにディズニーランドに行ってきます。これから車で甥っ子を迎えに行って、で今日は夕方なんですけども、ディズニーランドに行って、明日はディズニーシーに行きます。なので泊まりです。甥っ子はすごい2週間くらい前から楽しみにしていて、こんな風に予定を立ててくれました。すごいタイトなスケジュールで今から怯えています。なんかいっぱい書き直した後とかがあって、かわいいね。そうで、今日はディズニーランドなので、このジャングルクルーズの姉さんみたいな帽子をかぶっています。チェックムスとナイキの帽子です。かわいいね。すごい暑いので気をつけて行ってきます。バイバイ。行ってきます。着きました。なんかここで、待って何後で買おうか。おいっ子が撮ってるとすぐ邪魔してきます。ぴょこ。私は小さい頃にディズニーランドに行くときは、なぜか一番最初はイッツアスモールワールドからいつも行っていたので、私もその時を思い出しながらここから行きました。いろんな世界の洋服をまとった人形たちが踊っていて可愛いです。美女と野獣のエリアもできていました。シンデレラ城も可愛いですけども、このお城も素敵でした。外にはすごい行列でした。この北斎も子供の頃に食べた思い出です。うどんと天ぷらをおいっ子とシェアしました。ジャングルクルーズにもちゃんと乗ってきました。外はだんだん暗くなってこんな感じになってきます。電車乗りたいって言って電車に乗りました。これは待ち時間に撮ってくれた写真です。こんな風に日が沈んでいくのもすごく綺麗だし、ビッグサンダーマウンテンで叫びまくってるみんなを横目に、のんきな電車に乗っていました。ここで甥っ子はランプが欲しいと言って、このベイマックスのランプを買ってパレードを見に来ました。なんか課金をすると場所が取れたので、まあ、せっかくだしということで課金をして、パレード見ました。 It's a small world じゃない、エレクトリカルパレードのこの汽車が一番好きだったのを覚えています。相変わらず可愛かったです。私はこのアリスの手車猫の車が一番好きです。月もすごい明るく見えていて、結構なんか本当に夢のある世界でした。いつも風船を買うので、今回も買いました。風が強い。そしてちょっとぬるっと2日目に入ります。今甥っ子はそこにおります。行ってきます。私はどっちかっていうと C の方がまったりしてて好きかなって思います。水が真ん中にあるのも好きだし、中学校くらいかなになってからは親友2人で来ることが多かったんですけども、2人とも乗り物乗らずになんかリンゴかじったり海とか見てた記憶があります。そしてこれソアリンです。初めて乗りました。ソアリンは新にできた新しいアトラクションです。もう無理。え、怖かった？大丈夫だった？もうすぐで酔うところだった。ソアリン一番面白かったです。ソアリンが一番の今のお気に入りです。ご飯食べて、今センターオブジアス乗ってきたのでこれで帰ろうと思います。ソアリンが本当に良かったです。もう一回すぐ乗りたいくらい。でも今日は暑いので、甥っ子ももうヘトヘトそうな顔してるので帰ろうと思います。またね、バイバイ。